まあ、放射線との影響についての見解を改めていただきたいと思います。我々が現在知り得ている情報の範囲において、これが直接放射線の影響で発生したがんだというふうに考えにくいというチェルノブイリに比べて極めて低いという話と、感受性の強い子どもたち、小さな子どもたちからの発生が今のところ見られないという2点において、その方が考えにくいというふうに判断しています。放射線との影響ですとか原発事故との関連性というのを改めて伺いたいと思います。チェルノブイリとの比較の制御の話、あるいは、当時の年齢など、被爆当時の年齢などから考えて、これらのがんにつきましては、放射線の影響を考えにくいという見解を、このまま、継続する形に、基本議論としては、委員会としてはそうなったというふうに理解しています。先行調査と本格調査を含めて、がんと診断された人数が増えていると思うんですが、まあ、改めてですね、現時点での検討委員会での、まあ、原発事故に関する、まあ、関してのその評価がどうなのかということと、まあ、その理由について、初めに聞かせてもらっています。これまでの、まあ、見解を変えるというような状況ではないと、つまり、放射線の影響については、まあ、分からないと、が考えにくいという、まあ、スタンスについては変わりがないと。最小年齢の5歳の男児の方が事故当時ですね、出ました。この5歳以下というデータが出たことについて、やはり清水先生、どのようにお考えか。放射線の影響でこうなったとは、僕は、分かりません、それは。ただ、大人よりも子どもさんの甲状腺がんの進行の方が早いですよね。それを踏まえて、この間に見つかったんだというふうに思います。星さんが最初に今回も判断を変えないとおっしゃったときに、いつも言っている5歳以下はいないことから被爆の影響はっていうことを今日はおっしゃらなかったですね。一応5歳以下が今回出ましたけれども、科学的にここは科学的に判断するところなので、科学的に5歳以下が1人だったらそのまま踏襲していくのか、何人になったら5歳以下が、何人になったら5歳以下がいなかったから被爆の影響は考えにくいというふうな表現を続けるのか、これ科学的に教えてください。なぜ議論をしなかったかというのは話題にならなかったというのは、恣意的に話題にしなかったわけではないと思います。提起しなかったですね、議題で。要は今まで5歳以下っていうのは一つのキーワードだった、先生 の最後のご判断で、でそれがやっぱり1名出たんだから、それは議論した方がいいではないかと普通は思いますけどね。まあ、発災当時の年齢が低ければ低いほど感受性が高いというふうに言われていて、それが一般的に5歳以下だというふうに我々も聞いていましたし、まあ、今回そういう意味で5歳以下ということになりますと、5歳は入るということになりますね。5歳の方が出たということになれば、まあ、議論するのは一つの方法なのか、なのかもしれませんが、まあ、1名であるということと、まあ、当時その年齢層の中から感染性の高い人が増えていくということを前提に、そういう表現を使わせていただきましたので、1人出たらするとか、5人出たらするとかしないとかということではなくて、全体として判断をすることになると思います。チェルノブイリの経験を踏まえて、事故当時0歳から5歳の世代でチェルノブイリでは甲状腺が増えたということ、知見も踏まえて、そういった表現をしてまいりました。事故当時の年齢とその甲状腺がんの発症の、まあ、パターンですね、そういったものでどういった、年齢層に集積が見られるかと、まあ、そういったことを検討しながら引き続き我々としても検討する必要があるというふうに思います。今まではやはり5歳以下いないことからって先生はずっとおっしゃってましたけども、やっぱ出たんですから1人だから大丈夫なのか、いや10人まで大丈夫なのかってするのか、それ科学的に教えてほしいんですよ。科学的に申し上げるとですね、これはやはり被爆線量との関係を、因果関係を明らかにしなければいけないことだと思います。ですからその意味で今日ご発表のあった研究と、実際に見つかっているがんの患者さんの被爆線量を、まあ、統計的にといいますか、きちんと分析することによってのみ、多分科学的に証明ができるんだろうと思います。で、5歳、まあ、一般論として言われている、まあ、5歳未満の人たちの感受性が高いだろうから、その人たちの中からがんの多発が見られるというのは、そのそこにパターンとして大きな集積があるというようなことがあるのであれば、そのことをもって影響があったのではないかと疑うに十分な証拠になるんだろうと思いますけれども、今一例だからそれで科学的運動ということを議論する内容ではないと思います。被爆の影響とは考えにくいと
で、まあ、違う先生からあの批判はいくつか出ましたけども、まあ、そういうふうに中間取り方をされましたけども、その理由の2つとして、あの被爆線量の話と、でチェルノブイリの経験から5歳以下と明確に書いてますね。5歳以下というふうに書いてある、がいないからと書いてある。それは変えざるを得なくなると思いますよね。一人出たので5歳以下がいないと今までおっしゃってたから、これが何人までなら そういう5歳以下が少ないからって言い換えるんでしょうか。それともそれはどういう、その2つの、被爆年齢が考えにくいとされている先生の2つの論拠の1つがどういう表現されていくのか、今後5歳以下については。あの そのこと自体の論拠を今変更することはないと思っています。それに今日議論にならなかったこともその一つです。で、今後これから先ですね、どのぐらいの人たちが出てくるのか、それをきちっと検証する必要はあると思っています。今、それをもってですね、論拠というか、その、あの評価を変えるということは考えておりません。当時、5歳以下からの発症は非常に少ないというふうに言い換える必要があるのかもしれませんが、少なくとも5歳の人が1名出たから、それによってすなわちその評価を変えるということではないと思います。ずっと同じ質問しますけど、まあ、1名出たからっていう、何名まではそれを踏襲するんですか。何名ということではないと思います。科学的に、疫学的統計的に判断すべきことならだと思います。そうしたら今日も疫学的統計学的に1人だったらいいのかどうか、まあ、判断されてませんよね。その議論はしていません。事故当時、まあ、いわゆる若い世代においての発症というのがほとんど見られていないということから、現在の結果を受けてですね、これで、放射線の影響によって甲状腺が増えているということは現時点では考えにくいという、意見に私も賛同いたします。今回は振り回しですので、はい、健康被害が出て